はようございます。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。私はババストのカウンセラーもやってるんですが、六白金星の金っていうのは金属の金以外にも宝石っていう意味がありますので、ババストーンとは相性がいいんです。六白金星、七石金星、もしくはその2つが最大吉星になっている方はババストーンが必要な方、もしくは相性がいい方なので、気になる方がいらしたらご相談にお越しください。今日は、お悩み相談いただいたのでお答えしたいと思います。小学生のお嬢さんがいるんですが、お友達を作ろうとしない、別にいじめられてるわけではないのにお友達を作ろうとしないっていう悩みです。星を見させていただきました。その子は本命星四緑木星、月命星三碧木星、最大吉星一白水星、九紫火星、同海五黄土星、傾斜六白金星です。この月命に白丸がついてますが、ちょっ と、特徴のある月命なので丸をしました。本命四緑木星っていうことは、争いを好まない平和主義者で、外ではすごくいい子にしちゃう子です。とっても運が強いですので心配はいらないんですけど、なんていうのかな、人と一緒にいるとすごく自分が嫌われないように頑張っちゃうので疲れちゃうかもしれないですね。で、三碧木星月命なんですが、この子の場合はちょっ と、違って、少し迷いやすいところがある、なんていうのかな、自分がどうしていいかわからないっていう風になっちゃうところがあるかもしれません。最大吉星一白九紫っていうことは、その前にごめんなさい、もう一つの性格、傾斜ですね。傾斜が六白っていうことは責任感があって、自分から、人に任せたりしないで自分で全部背負い込んじゃうというようなところがあります。なのでこの子は多分、人の中に入ると自分で背負い込んじゃう、なんかやらなきゃ、責任持ってやらなきゃって思っちゃう。そして白くで友達の中でうまくやらなきゃって思っちゃうっていうところがあるかと思います。でどうしていいかわからないっていう感じですかね。で最大吉星なんですが、一白水星が最大吉星のっていうことは、めんどくさがり屋ですね。なんか苦労するのが嫌いなんですね。だからお友達を作らない一つの理由としては、輪の中に溶け込むと一緒にうまくやらなきゃいけない、それから責任持ってやらなきゃいけないっていう気持ちが働いて面倒くさくなっちゃって、結局お友達と一緒にいないっていうのを選択している可能性があります。それから最大吉星九紫火星っていうのは、人前に出たりするのが嫌いっていうことですね。なのでお友達の間に入って人前でなんか発表したりとか、まあなんか目立ったりするのが嫌なんでしょうね。でも、もう一つの意味としては、2つとも一人が好き、一人の時間が育んでくれるっていうのがあるので、お友達を作らないで一人で過ごしていることが決して悪いことではないと思います。ただそうですね、やっぱりこの最大吉星を取っていくのがいいので、人とのコミュニケーションって意味があるので、コミュニケーション、それからそうですね、責任ある立場、人前で話したり発表の場とかがラッキーアイテムになります。だから多分めんどくさくて疲れちゃう、多分人よりすごくそのエネルギーを使うんだと思うんですね、友達と一緒にいるのが。なので一人を選んでると思われます。そんな子に友達と一緒に遊んできなさいってお尻を叩いてお家を出すのはちょっとかわいそうなので、
方法としてはこの一泊水星九紫火星のラッキーアイテムを取っていくっていう方法があります。一つはラッキーカラーですね。一泊水星は白と黒、九紫火星は赤と紫、もしくはゴールドキラキラですね。その色を活用して、服装とかなんか持ち物とかに活用していくといいと思います。なので、そういうふうにすれば自分で努力しなくてもだんだんそういう気持ちになってくるっていうことがあります。ちょっとラッキーカラーだけじゃ弱いので、できれば最大吉星のこの方位をキッチカフェで取っていくとか旅行とかそういうのをおすすめしたいと思います。もしよければご相談くださいね。それから彼女は全体的にとっても運勢が強いですので何も心配することはないです。今ちょっと子供なので、迷ってるところがあるかもしれないですけど、彼女は運勢的にとても強いものを持っていますので心配せずに最大吉星を進めてあげて、なんていうのかな、彼女が楽に自分の星の通りに生きれるように見守ってあげればいいと思います。そうですね、食べ物だと海産物とか塩辛いもの、一泊水星ですね、お魚とか、わかめとか海産物、あと九紫火星ですと周りが硬くて中が柔らかいものなのでカニとかエビとかアボカドとか、そんな、あとハンバーガーとかサンドイッチとかそういうのもラッキーフードになりますので、そんなのも毎日ちょっと食べさせてあげると何か変わってくるかもしれません。そんな方法でちょっと試してみてください。今日は、お悩み相談にお答えしました。ただいまお悩み相談募集中です。生年月日と簡単なお悩みを添えてこちらまで、私の Facebook メッセージかメールアドレスまでご連絡ください。それから夫婦のお店カウンセラーのモニターさんも募集しております。ご夫婦の折り合うポイントなど見ながらこれからの仕事の展開をご相談乗らせていただきますので、ご夫婦で自営で頑張っている方がいらしたらお試しで来てみてください。情報は URL を貼り付けておりますのでそちらを見てください。今日はこんな感じです。どうもありがとうございました。ごきげんよう。